では、探究活動自由研究で、正しくズルをする方法を説明します。ズルって言ってもね、不正行為を行えって言ってるわけじゃありませんよ。いろんな工夫を頭の中に入れながら進めた方が、ね、もうどうしようもなくなっちゃったっていうふうな追い詰められる危険が減るってことです。じゃあ見ていきましょう。まずは、第2案、第3案を用意しておけ。例えば、 例えば、夏休みの自由研究で、カブトムシは迷路を記憶することができるかっていう研究テーマで研究を始めたとする。だけどもしかしたら、カブトムシが全然捕まらなくて、夏休みの終わりの方にやっと一匹捕まって、さあこれから研究だ。でもどうしよう。時間も何にもない。え、迷路もどうすればいいんだろう。何を作ればいいんだろう。え、そんな状態になったら、もう、罪だよね。そんな時は、 カブトムシをうまく捕まえる方法に研究を切り替える。そうすれば、カブトムシを捕まえようとしていた、その行為自体が研究になるよね。それでも、もしかしたらカブトムシが一匹も捕まらないかもしれない。そんな時は、カブトムシを捕まえるトラップが森林の生態系に与える影響に研究テーマを切り替える。 これはカブトムシを捕まえるためのトラップ。まあ別にカブトムシじゃなくてもいいけど、そのトラップがどういうふうに森林の生態系に影響を与え得るか。それに関する研究。だからカブトムシが実際に手元にいなくてもできるわけだよね。これテーマは難しくなったように一見感じるけど、そのね、トラップに使われているものの成分、いろんなものが、その森林の生き物、それか森林の土壌、ね、いろんな生き物、土壌、 森林の生態系にどういう風に影響を与えるのか、それに関して研究する。そんなテーマに切り替えることができるんだね。もう一つくらい例を挙げておくと。例えば日本の掘りごたつ数の推移。うまく調べられない。だったら、掘りごたつとエアコンの電気代比較。それもうまく調べられない。だったら、日本の掘りごたつが果たす。役割家庭内コミュニケーションの場としてっていうことで。 アンケート調査に落としし込んでしまうもちろん、第2案、第3案、考えてるからといって、自分が全然やりたくない研究に加えてしまってはダメだよ。それでは、そもそも探究とは呼べなくなってしまうからね。実は、発見にはいろいろあるんです。これは意外と大切なんですね。1番から5番まで番号を振ってありますけど、1番、世界で誰も発見してないことを発見する。 これはね、まあ地域とかね、こう研究範囲を限定すればやりやすくなりますね。2番、学校の教科書にないことを発見する。3番、先生も知らないことを発見する。4番、同級生が知らないことを発見する。最後に5番、自分が知らなかったことを発見する。これね、まあ学校の先生はあんまりいい顔しないかもしれないんだけど、実はとーっても大切なことです。あ、例えば、 アルコール発酵って二酸化炭素を放出するんだ。学校で勉強したし、ね、教科書にも書いてある。先生から言われた。だけどなんとなく実感できなかった。あ、でも、わあ本当にアルコール発酵って二酸化炭素が出てるって自分で再発見する。その驚きってものすごく大事なんですよ。その驚き、喜びがあなたを将来立派な研究者にするんです。だから、5番、自分が知らなかったことを発見する。これはね、とっても大切なことなんですね。 このようにに発見にはいろんんな段階があるんです1番から5番実はどれも意義があることですだから世界で誰も発見してないことを発見しなきゃってねまあそれはとっても素晴らしいことだし目指すことはとってもいいことだけど実はそれだけがね研究の意義ではない同級生が知らないことを同級生に向かって自分のやった研究を発表するそれってとっても意義のあることなんですよ そして、失敗を研究に変えちゃえ。例えば、初めのスライドでカブトムシが捕まらないと思ったら、もうダメだ、じゃなくて、その森からカブトムシが消えた理由の考察。もしね、え、昔は捕まったよっていう話があるんだったら、もしかしたらカブトムシの個体数が減少してるのかもしれない。そんな研究に変えてしまう。ね、失敗だと思っても、それを研究に変えてしまうこともできるんだよ。 最後に、相談しちゃえ。友達や同じ苦労をしてる研究チーム、先生に相談してみましょう。先生に、自由研究うまくいかないんですって相談して、怒られることないですから。それで怒る先生ちょっと変ですから。ただ、先生に相談するときは、何したらいいんですかって質問する、よりも、何々がうまくいかないんですとか、 何々を計画してみたんですが、何かこの計画で足りないデータ、足りない視点、注意することありますかって質問の方がいいです。何したらいいんですか教えてくださいって言っちゃうとそれ夏休みの宿題になっちゃうからね。自由研究とか探求活動にカンニングっていう概念はないから、もうどんどん相談しちゃいましょう。では、ご清聴ありがとうございました。とにかく実験しまくるだけが自由研究、探求活動ではないんですね。 では、心身の健康に気をつけて頑張ってください。